マスク外してもいいですか？あ、俺ですか？はい、あ、いいっす。ダメですか？大丈夫。汗かいてあの、西村博之さん好きですか？ちょっとマスクつけていいですか？いいですよ、はい、西村博之さん好きですか？そうです。見てます？動画。あ、動画？あの、ライブ、録画とか見てます？動画じゃないですか？あ、動画かステージ1と。で、僕のそのモノマネのその広がないを知ってるっていうのがまたステージ2で、それをさらにクリアしてタックルっていうのを知ってるっていう、その3ステージをクリアしたの人のみができるっていうね、こういうニッチな活動第1弾ということで、赤坂今いまして、今新宿に来たんですけど、まこの人来るかまだ分かんないですか？いや、来ると思いますよ。じゃあ4人って言ってくれ。あ、4時からだ。いや、新宿コロナ怖いとかありますやっぱ。あ、でも僕もすごい対策してますから。あ、そうなんですか。もう注射2日に1回打って、あのサプリメント取りまくって2日に1回あの総合ビタミンとプラセンタとグルタチオンという解毒作用の強いアミノ酸を配合したスペシャル注射を打ちつつ、いやー、経済力で物を言わせてますね相変わらずほう、いやー、新宿ってそんな早くから飲めないんだ。いや、普通にやってるとこは飲めないじゃないですか。あそこだ、あの無印のとこですよ。ほう。いやー、でも良かったですね、雨が止んで。いや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 、めっちゃ分厚いじゃないですか。これ何入ってるんですか？ブラックカードですか？ブラックカードですか？ブラックカードは入ってないですか？前見せませんでしょ、一番なんか。あ、そうそう、プラチナ、プラチナ、プラチナっていうか、チタン。あれ、クレカが一番使えるあの、チャージしないと使えないですけど。あ、チタンカード？あ、デビットカードなんですか？え、あ、デビットでチタンなんかあるんだ。デビットとはまた違うな、あの、仮想通貨をそこのところにチャージをして使えるみたいな。へぇ、仮想通貨で3000万でしたっけ、今突っ込んでるんですよね。ちょっとあるかもしれない。すごいですよね、うん、ジル来たと思う。どこでもいいっすよ。 あれあそこ、坊主がいる、なんとか選手権みたいに詰まってる、坊主バー。ほう。っていう張り紙がありました。なら、わかんないです。いやー。でもそれだと、もうみんなと知り合いだと思うんですよ。タックルされるまで帰りまてんなんですけど。今、夜10時ですかね。結局誰にもタックルされず終わったんですけど、ただそのここの虚無蔵バーで、あの8月10日バーテンダーやることになったので、来てください、暇な方は。 Yes。